はい、G のね書があそこのマップというかね、ゴルフのマップにありましたね。スキルも見たけど G もあるんだね。大したお助けじゃないけど、はい、貯金札もゲットですね。紙必殺は今んとこ見てないんですけど、お助けもしがいがあるからいいよね、やっぱね。はい、義経で出るのがいいよね。はい、自分の義経の方ね、倒してもらってゲットですね。倒してもらってゲット。はい、どうも、妖怪ウォッチプニプニ、今回もやっていきます。参加使った無課金攻略、今回はね、無課金攻略で大切な元気のリンクについてね、また話していきたいと思います。まあ、その前に私勘違いしてて、今回プニットショットのこの吹雪サイバーね、フレンドさんに教えてもらったんですけど、あのプニットショットバトルでね、強さがアップ 500% アップってこれあるんですけど、これあれなんですね。私この特攻がこのこっちのお松の方の姫の方だけだと思ってたんですけど、こっちもなんですね。この義経の方の特攻でもあるので、ちょっと最初に私勘違いしたんですけど、これ非常にいいですね。私みたいに勘違いしてる人少ないと思うんですけど、一応このなんていうの、特攻なので、元気のリンクちょっと話す前に、勘違いしてる人、私みたいに勘違いしてる少ないと思うんですけど、はい、一応ね、吹雪はこっちの方も特攻でもあるので、はい、それだけですね、今回言いたいことはの一つは。で、元気のリンクはちょっとお見せしますが、まあこれもあってね、まあ実はこれで3赤、私吹雪持ってるので、一発ずつっていうよりはなんか2発でね、はい、倒せるというか、はい、なので3発必要なくなっちゃったんだよね。なのであえてメインがね取りに行く必要もないんですけど、マゼラボルトよりも吹雪の方が強かったので、なんか別にマゼラボルト強くしなくてもよかったかなっていうね、なんかそんな感じするのと、あとアイテムもね、これ必殺の秘伝書だったら見てからやれるんですね。それもなんか、あ、失敗だ、これ失敗っすけど、まあ見てからねやれるのも知ったので、まあ そんな感じですねなんで火力が急に上がったので、自分の3赤でね1発ずつ2発で倒せる感じになったんでね、はい、なのでなんかすごい数をねこなせるようになって、あっという間にこの義経ね、ワイポイントもね、しかも稼げるように、稼げるっていうか、まあ前よりは全然良くなったので非常にありがたいなっていうところですね。で、一応ね、これ60回の5回で、16個なんですけど、一番ね落ちてないアカウントなんですけど、ちゃんとね、落ちてまして、なんでまあ自分のフレンドさんいなかったらもう自分のやって、でなんならね、ほんと一発お助けだけで倒せるので、うん、で元気ドリンクもねこうやって3個落ちてるので、なんかまた落ちてないアカウントが落ちるようになって、はい、帳尻合ってきて19個ドロップ19個で、9個ねドロップという感じですね。もう交換は全部やったので、はい、うん、1日1赤2、3個落ちてるって感じですかね。はい、じゃあ2番目いきましょう。こんな感じで、まあいつも言ってるんですけど、やっぱね倒してもらうがいいんだよね。だから自分であんまりこうやってやるよりも倒してもらうがいいのかなっていうね、はい。で、まあ1万3000ね、レベル50までいくと1万3000なんですけど、まあ自分のねフレンドさん、まあ1万3000ね、一発で火力はね6500ぐらいしかないので、まあ3赤ね、1人のフレンドさんと友達になってトリプルアタックだったらもう 100% 私倒せるので、なんかそれで、でも多分
吹雪持ってる人はみんな自分のアカウントだけで倒しきれちゃうので、なんか結構なんかお助けしづらいなっていう感じなんで、はい、とどめをねフレンドさんに残しておくっていうのもいいのかなっていうね。自分のそう2アカウントで、例えばこれだったらサブアカに2回にお助けしてもらうと、まあ、たまにね6500いかなくて倒しきれない時があるので、まあ、そういう時にフレンドさんに甘えて倒してもらうといいのかなと思うんですけど、まあなんか今回のキーワードは倒してもらうと、このラン姫かな、ラン姫関わった時かなっていう感じしますかね。はい、じゃあちょっと他も進捗をお見せしますね。じゃあ2番目のアカウントいきましょう。そう、吹雪は両方の特攻でしたね。はい、教えてくれてありがとうございました。はい、これ2番目のアカウントで、54回の6回ですね。で、元気ドリンクはね、20個で10個ドロップで、これね、1個、まあ数をこなせるのでね、もう50ってかなり落ちやすくなっているので、50以上ね、なのでこれだけ数を数こなせればもうもろたでという感じですね。22個なんで12個、まあこれ1日3個ずつで9個 か1日3赤で10個はもう硬いんじゃないかな。はい、なので私3赤吹雪を持ってるので、はい、今までねこんな2000ぐらいの弱い火力でやってたんですけど、これね本当これとかこれでやってたら勇まし豪傑弱いし何だったんだっていう感じでね。はい、なので吹雪ね、とにかく使ってくださいって感じですね。もうほんとこれ一発で倒せちゃうので、もう5連ミッションなんて来たらもう倒しきれちゃうんでね、わざと失敗してサブアカも使わして倒すみたいな感じでやってますね。ちょっとさすがにこれアイテム玉はやんないですけど、あ、見てからやればよかったな、せめて。そう、これ失敗してもいいからチャレンジすればいいんだよね。今なんで見なかったんだろう。はい、そう、これ失敗してもいいから、こうね、あ、ないや今回。はい、ちゃんと見てからねやるのを見るのがいいのかなって感じしますよね。これで倒しちゃう。2600だもんね、かなりいいので、まあとにかく、あ、倒しちゃったって感じで、ね、そう、2パンで倒せちゃうので、なんかもったいないなっていう、なんかそんな感じだから、自分のねやるのもったいないなって感じ。ただそうするとね、お助けだけで倒してもらうと32ワイポイントしかもらえないので、まあちょっとそこの兼ね合えるんですけど、そんな、ただその分ね数はこなせるので、まあ、ちょっと今迷いがちという、迷いどころというかね、はい、そんな感じですね。こんな感じで2パンの火力になってしまいましたっていう感じです。なんで、はい、22個ね、いい感じで、これで、いや、さらにもうガチで、はい、もう、簡単に、2発でね、倒せるので、簡単に今回は集まりそうだなってね、今後落ちまくり、もっとさらに継続できそうだなって感じがしますね。はい、じゃあ3番目もお見せしましょう。はい、これ3番目のアカウントで、これは60回の5回。だからほんと60回があっという間に100回倒すとかいけるね。ほんと、そう、私クロスエンマ持ってないから知らなかったな。クロスエンマ持ってる人いいね。なんか、そんな感じしますね。はい。で、1個。あ、これは1個か。なんで、まあ。ただね、ちょうどいいですね。9個、12個、11個。なので、9と11で、20で、32個ドロップですね。32個。だから今、5日目なんで、まあこれはもうかなりドロップ加速すると思うんでね。私、ほんと吹雪のこと知らなかったので。いや、知ってたらな、Y ポイントもな、もっと稼げたし、ちょっとね、知ってたら、このサブアカの吹雪たちね、ちょっとさっき見せなかったんですけど、レベル上げがね、ちょっとできてないんですよね。90まで本当は上げられるのに、ちょっとね、上げきれてなかったんで、これ90まで上げときゃよかったなっていうね。はい、それはちょっとね、せっかく3アカ。運よくね、ラストチャンスで2体ゲットできたんですよね、他のね。
サブアカたちも2体ね。はい。なのでこれね、ほんとワンパンずつで倒せるので、まあだから理想はね、あの自分のに一発当てて、まあ6500ぐらい削って、で他のね2アカウントで倒すんですけど、あのアイテム玉あるじゃないですか。アイテム玉はたまにミスるので、なんかそれでねアイテム玉をゲットしつつやれればなっていうね、なんかそんな感じしてますね。今回私 G もゲットしたし、超必殺も何回もゲットしてるし、スキルもねちょっとまだあのゲットしないんですけど、あのアイテム玉ね、あのそう打つ前に見てさ、そう経験値玉だったら狙わなくていいやつってやればいいの最近知ったので、はいなんでちょっとそこはね注意しつつやれればなと思っております。はい、じゃあ今回こんな感じしましょう。一応30個超えたんで、まあ5日目でね30超えてんならもうこれはね確実に100個以上はいけると思うので、はい、3赤でねもう100個集めて元気ドリンク集まればね Y ポイントも稼げるし、イベントもねクリアできるので、うん、いいですね。集めて頑張りたいと思います。10日で60個、15日で90個か。あ、100個ペースじゃねえな。じゃあもうちょっとね、ドロップ頑張ってやれればと思います。で、あとはね、特大特攻が来ると思うので、私今ね、メインアカウントはお松の方で、こっちのサブアカウントの方、姫の方ね。で、こっち義経の方を持ってるので、まあ、どっちかがね、特大特攻になった方を進めていければと思ってます。はい、じゃあすいません。またお会いしましょう。さよなら。意外にみんな、気づいてない人、私だけかな。レベル上げときゃよかったな。ガシャ引きたいから、ちょっとそれは我慢。